休憩。先日差し上げました手紙の中に非礼があったことに遅まきながら気がつき、改めて連絡を取った次第です。それはもちろん、あなた様が文字や文脈を介してコミュニケートを図る生物だという前提をこちらが勝手に設けていたという件です。まず心からいたします。自分の視野の狭さ、考えの甘さに恥ずかしい限りです。あなた様は文字や文脈やを必要としない生物かもしれないことなど考えにも及びませんでした。また目の見えない、もしくは視覚を必要としない、耳の聞こえない、もしくは聴覚を必要としないのない、もしくは必要としない生物かもしれません。いや、そもそも生物ではなく無生物かもしれません。生物と無生物の間かもしれません。ウイルスかもしれません。かもしれません。そんなことすら配慮のできなかった自分に、するばかりです。それを踏まえて今回はあらゆる手段であなた様にコミュニケートを図ろうと努めたく思います。日頃からさせてもらってますのこともございますし、することもただございます。ご迷惑かもしれませんが、した際にはこちらに運びいただければ。つきましては来週のヤコヌレディアンコロヤコナデルフィニリゲノナリストなどいかがでしょうか。あなた様に していただければ、うちのもう大層すると思います。また誠に勝手ではございますが、今後も変わらずくださいますようお願い申し上げます。